座敷わらしさんワンディー氏だここはね兵庫県福崎町にある柳田邦夫先生が生まれた家ですよ柳田先生そしてこの家でお暮らしになった皆様ちょっとお邪魔させていただきます五感を超えた温かくて柔らかい何かこれ一体 何の感覚だろう,うーん座敷わらしさん肉眼の2つの目では見えないけれど心の目では心の耳では存在を感じますよいたずらっぽくて無邪気な幸運ありがとうございました